夫にとっての幸せとは何かこんにちは、えー、優雅とおかちの哲学夫婦の時間です哲学夫婦とは夫婦生活においてとっても大切なことを夫婦でじっくり考えて対話する場です まあお互いにね大切にしてることは何なんだろうってまず自分でしっかり考えて考えたことをお話しすることで自分のことも分かるし相手のことも分かるだから仲良くなるそれが目的で始めましただからよかったらパートナーと一緒に聞いてそして考えてお話しできたらいいなと思っていますはいこんな感じでいきましょうはいということでゆう花ちゃん今日第2回なんですけどえっと今日のテーマは「 夫婦にとっての幸せとは何か。これでいきましょう。うん、まあ二十分という時間でね、一本勝負ですけど、うん。優花、うん、ちゃんどうですか。夫婦にとっての幸せって。あ、これちなみに台本とかないんよね。ない,ないない。うん。その場で思いついたこと喋ってるだけ。夫婦についての幸せ。うん、まず夫婦とは何かっていうとさ、うん、これ自分一人では完結せんわけやん。うん。 グループでもない二人のさ生活を生活まあ夫婦にもいろんな形があるけれどもさ生活を共にしてたり生きていく上でのパートナーだったりとか経済的なお財布を共にしてたりとかそういうことやな夫婦。つまり要は二人のつがいなわけよねそれが事実婚とか同性婚とかいろいろあるけど何しかパートナーシップやから自分と他者の いなわけだから一人と一人が夫婦合わさって夫婦やんか。であのだから夫婦にとっての幸せっていうのはそもそもが一人と一人それぞれ自分の幸せってなんだろうなっていうことが分かっていないと実現しないよねってその自分の幸せが分かっていてお互いに「私の幸せこんなんですね」っていうことを共有できたら二人で「あ その幸せいいね、僕の幸せこんなんやからじゃあ一緒に実現していこうかってなるよね、うんうん、な,るほどなるほどだから2人で何か一つ作るんは作るんやろうけど。 それの過程にはやっぱお互いがどんなことを喜びに感じて嬉しくて楽しくて幸せに感じているのかっていうのをまず自分のことを自分で理解しなあかへんしそれを相手にも理解してもらわないとわからない、うん、重なる部分が分からへんっていそう感じ。そもそも幸せってなんだろうっていう問いを持つことやし。うん <laughs> うん、なるほどうん、うん それそれ、うん。で相手の幸せを叶えるためにじゃ自分の幸せは犠牲になってもいいのかって言ったらそうではないと思うし逆逆もしりであってだからそのお互いの幸せを一緒に叶えていくということがまず一致する人がパートナーになるといいよなるほど、そうだな。そこが不一致やったら自分の幸せを諦めて妥協するかもしくは離れるかっていう選択になってくるもんね。うん、確かに。 だじゃあそうなった時に、うん、じゃあまあ、お互いの幸せは何なんだろうってまず一人一人が、えー、考えることが必要だということだから、うん、ちょっとそれ考えたいと思うんだけど、うんえー、幸せとは何かっていう問いではなくて、うん、えっと幸せどのような時にどのような条件が揃った時に、うん、あなたは幸せと感じますか、うん、こういうことでいきましょうちょっとど,どういう条件が揃ったら幸せやなって感じますか っていうことですよね。うん、うん、そうなった時に、優香ちゃんどうですか。優香はもうまず、うん、あのー。個人ね、パートナーはちょっと置いといて、個人の話かな、うん、今な。うん、自分で決められるっていうこと、うん、自分で選べる、なんか理不尽なことに従わなくていいというか。自分で選べるっていう状況が。うんうん 幸せやなって思う、うん、やりたいと思ったことをやり,、うん、やりたくないと思ったことをやらず、まあ、や,りやりたくなんかそ,そこだけ切り取るとまたいろいろ言われるんやけど、うん、やりたいことにももちろんやりたくないことがセットでついてくることはあってうん、うん、でもそれはやりたいことに含まれる。うんうん 自分が納得してだしらやりたいことを実現するためにやりたくないことがあったとしてもそれをやりたくないことをやりたいことに工夫して自分の中で変えるとか変えれるしるん多少面倒くさいなって思いながらでもやれるだからやりたいことの一部に入る、ね、一部に入るからだけれども全くそもそもが全然興味がなかったりやりたくないことを我慢してやるっていうのはしたくないからそれはしなくていいっていう環境はすごく幸せだなだ自分で選んで自分で決めれるイコール幸せってこと私の場合はそうやね、うん なんでそう思うのなんでか、うん、うん自分の人生を生きたいと思ってるから、うん、誰かに「ああしなさいこうしなさいこうするのがいいと思うよ」って言われて、うん、自分も「そうやな」ってこう賛同できたら問題ないんやけど、うん、そうじゃないのに、うん、なんかその言うことを聞いてやってるのは、うん、なんか自分の人生じゃない気がするその人の人生の駒となって動いてるだけやなって思う。 駒となって動いててるとと嫌なななんやなコマとなって動くことに納得がいってて、うん、そ,れその駒となって動くということを自分で選択してるのであればいいけれどもうん、うん、そうじゃないんやったら嫌やなって思う。うん、ややなっていうところど,ど,うどういうところどういうことが嫌なのっせっかく生まれてきて生きてるのに、うんうん、なんか自分がしたいって思うことをやりたい。うんうんうん 自分がやりたいと思うことをやりたいけれどもそれができずに誰かにやれって言われたこととか誰かが決めたことをやらないといけないんだったらなんか生まれてきた意味がないんじゃないか存在意義がないんじゃないかってい。 決めたたことじゃななかかっら楽しくないから納得いってって賛同できて納得いったら話は別やで、ねうんうん、話は別やけど例えばピーター・ソックスでうちの会社はそもそもオカッチがひどく作ったやつででもなんか賛同したから私が一緒にやるって決めたわけであって、ねうん、だから賛同してないのになんかブーブー文句言いながら「うん、この本当はこんなことやりたいんじゃないのに」とか言いながらやって。 出るのは幸せじゃないよねって思う。うん、な、楽しくないもんな。な自由じゃないあ。自由じゃないかな。うん、自由じゃ。だ自由イコール幸せになってくる。私の場合はそう。じゃ、自由を定義すると何なの。 自自分分ででで選選べるってんや優雅さんにとって自由イコール幸せイコール自分で選んで決める選択できるってことやな。もちろん楽しいとか嬉しいとかさ気持ちいいとかっていわゆるポジティブな感情とか状態は幸せなんやけれどもんかそっちばっかりを求めてんていうかな悲しいとか怒ってるとか気持ち悪いとかそういうところを ないものにするとか避けていくっていうのは私は幸せやとは別に思っていなくってうんだけれども本当の喜びとか本当の気持ちよさとかっていうのはそういったまあいわゆるシャドウの部分を乗り越えた先にあるものやなっていうのは私は経験上そういうふうに感じているから、あ。のー ふ蓋をしたくないし、うん、そこに蓋をしたら、うん,なんか,真実から遠ざかっていく気がする、うん、もう見せかけだけの嬉しい<ー>楽しいっていうすごい薄っぺらいふわふわした部分だけになっちゃうと感じるから、うんあのー、幸せっていうのは必ずしもそういうなんか甘やかなキラキラしたものだけではなくって、うん、やっぱそういう。 ネガティブなシャドウの部分も含めて、うん、それでも自分で選んでいくっていうことが、うん、私にとっては幸せだなと思うなるほどなあなるほどなはいや、えー、そうやな僕もそ,のそこら辺は結構近いんやけど、うん、僕にとっての幸せっていうのは結構明確に定義されていて、うん、えっと、まあ、2つの条件があるということで、うん、まず1つはありのままの自分を肯定しているということ。うんうん でもう一つは最高の自分を表現していいるということこの2つが本当の幸せかなっていうふうに僕の中で落ち着いている。うん、でありのままの自分を肯定するっていうのは、まあ、自分のその良いところも悪いところも。 長所も短所もできているところもできてないところも喜びも悲しみも怒りも自分のこの状態今与えられているこの環境であったり与えられて起こっている出来事であったりそれをまずは受け止める肯定している状態をまず自分で持つということまじゅ自己肯定感であったり他者を肯定するであったり環境を容認する承認するってことであったり今のこの環境にありがたいと思ったり感謝をしたりするとかそういう気持ちも含めたありのままを肯定するということこれがない と、どんだけ一番になってもお金持ちになっても可愛い姉ちゃんと付き合ったとしても、なんか私なんかまだまだやってなんかコップの底に穴が開いてるような状態で、どんだけ手に入れても満たされへんのかなと思ってて。なんか今ので気になったのが、うん、まあそういうありのままの状態に感謝をするとかありがたいと思うっていうことって言ってたんやけどさ。うん なんかありがたいと思えないような状況もあるわけやんなんでこんな目に遭わなあかんねんみたいな状況もあるわけやんそこになんか無理やり感謝をしようみたいなってなんかすごいありがとう今日のさなんかありがとうって一日100回言ったら幸せになれるよみたいなさなんかそういうなんか気持ち悪さみたいなのを感じるんやけどそれはなんか自然と湧いてくる感謝であれば問題ないのだがなんて言うんやろうな。 えそ,うそういうなんでこんな目に遭わなあかんねんっていうような状況であっても、うん、それを受け入れようっていうことやな、ね、そ,そのありのままをただ肯定する、うん、感謝をしなきゃいけないということではなく、うん、肯定するっていうこと、ね、肯,定肯,定肯定っってて認めるってこと、うん、それならわかる、うん なんか感謝っていうのはその評価をするようになってるからどちらかというと言ったらどんな時にもポジティブにいこうっていう考えでは実はなくてもちろんそれでまずは受け止めて肯定したら自然に感謝の気持ちも湧いてくる人もいるしそれに感謝ではなくて怒りのエネルギーとして湧いてきてどうしても変えたいだから頑張るんだと思って行動するそれでもいいねでも大前提として肯定するそれは受け止める受け入れるということでもその状態で次どう行動するのかは別に次の ステップやと思うでも全てを否定している状態やったらあの自分のこういうとこがダメなんだだから見ないようにするとか否定している状態やったら自分が大きく成長しないなと思っていて、うん、それは先ほどの優雅さんの話につながるんやけどネガティブを乗り越えた時とかになんかこう大きな幸せがあるって言ったけどオカチの表現はちょっとだけ違うくて、うん、ネガティブを受け入れた時からネガティブを、うん はっつき放すとかネガティブをやっつけるんじゃなくてそれも自分の一部だと認識した上でその上でどうこの社会で活用あの生きていくのかっていうふうにちゃんと向き合って上で受け入れた上で「ドラゴンボール」で言うと「フュージョン」やね <laughs> あの神様の神様とあの魔王がお互い喧嘩し合って殺し合ってたのを合体したらすごいパワーがあって発揮したと。 ああいいう考えとと一緒ででまさにフュージョン状状態態ネガティブを受け入れた状態で、えー、生きていくことが幸せなだからそっちの方がこの言葉としては正確やなっても、うん、乗り越えるっていうよりも受け入れるとかそれが統合されていくっていうようなイメージ、ねうん、その自分の中のあらゆる感情あらゆる状態がそのままの状態として統合されていった先に、うん、なん本当の喜びだったりとかっていうのがあるよねっていう。 感覚がある感覚、ね、でこれがまずありのままの自分を肯定するのが大事ということと、うん、もう一つはでもありのままの自分をこのままでいいんだこのままでいいんだだけやったら、うん、本当に望んでることっていうの叶わへんのかなと思ってて、うんうん、本当に望んでることが、えー、この先にあって例えば留学したい絶対僕は留学して向こうでその僕が学びたい心理学を学びたいっていうなんか絶対夢があるのにいやでも私は今のこのままでいいんだってなってたら本当に行きたいところに叶なわへんのね。 でそれが本当に叶えたい夢を実現するための言い訳になってしまうことがあるねありのままの自分を肯定するっていうのが、うんうん、できていない自分を前に進まないでいいようにするストップになってしまう可能性があるその捉え方やなそ<う>でもそれはさ例えばまあ留学したいというのが何、うん、か知らんけど本音で思ってしまったとしたらさ、うん それを受け入れれるっていうことやそれに蓋をせずにそううだからそ,それも含めてのありのままの自分を肯定するやん思ってしまってると、うん、なんかもうすごいそれをやりたいんやって思ってしまってる自分を肯定して、うんうん、それを実現してもいいというかそれを思ってしまっているというだからそれはなんていうのかなこうありのままっていうのはこんなままで何も。 なあろ成長したりとか学ばなかったりとか変わったりとかしなくていいんだって別にしなくてもいいんやけどでも思ってしまってるんやったらそれはもう受け入れるしかないよねってだから本当にありのままでいいんだよっていうのは必ずしも甘やかなあのスポイルの言葉ではなくってもう思ってしまっててもう立ち向かうしかないみたいなことすらも包括しているありのままでいいっていう いい意味やん、ね、そうだからお価値はそこは切り離してんね、うん、ありのままを肯定するというのは1つ目にしてて、うん、2>, 2つ目を作ってんのはその理由なんやなるほどありのままを肯定するだけやったらそういうふうに誤解されるからありのままを肯定するのも大事だけど自分がこうなりたいっていう最高の自分があるんだったら。 なりうる最高の自分が描いててそこにたどり着きたいと思ってるんだったらなりうる最高の自分になるために日々自分の最高を表現していくこといわゆる成長していくということ、うん、そっちに向かって進んでいくことっていうことがそれがたとえ叶わなかったとしても、うん、その日々最高の自分を表現しているいわゆる不老状態の時にやっぱ喜びを感じたりあの幸せを感じたりするんかなと思っている。 このありのままの自分を肯定するということと、なり得る最高の自分になる。最高の自分を表現するということ。まあ、一言で言えば、本音の自分を選択して、夢中で生きるということ。うん、これが、僕になっとっては幸せやなと思ってる。うんうん、で、今、こ、この理論を作って、この理論をする、実現するための。本っていうのを、また別軸で書いていて。うん、うん。なんか、結構、この言葉として、結構、お価値まとまってたりする。まとまってるね。うん、いや、いいよ。やっぱ、言葉を正確に、大事に、うん。 繊細に使うっていうのはむちゃくちゃ大事。特にこの哲学っていうね枠の中でやるには、そうそうそう。言葉をいかに正確に緻密に使っていくかっていうのむちゃくちゃ大事だから。そうなんで湯川さんはね、もう本当僕もゆう川さんと話してて、あの接続詞がテニオ派がうまいよね。テニオ派っていうのはテニオハは接続詞じゃないけど、うまい。間違ってる。いいよ別にそんなはいいんだけど。あなたがいいっていうのとあなたがいいっていうのと。 あなたでいいいってううのは意味が違その一文字で全然意味とニュアンスが変わってきてその一文字をうまくコントロールすることで本当に自分が伝えたいことを伝えられるようになるって僕は思ってるんやけど僕はまだちょっと苦手な部分があってこう表現うわってするのでニュアンスで使って伝わったらいいっていう部分結構あるんだけど優雅さんはそ,そこめちゃくちゃ丁寧やなと思ってて繊細に使ってるなと思ってたんけどそれどういうふうにやってそんなんなったんやろ まあでもそんななうまく言えたことはそんなにないなっていう感覚やけどさ今まで言いたいことがうまく言えたこと多分ないなって思ってるけどでも好きよね言葉が小さい時からやっぱりこう家の家庭の習慣として毎月1日2日にはあの街で一番大きな本屋さんに家族で出かけて一人2冊ずつ好きな本を買ってもらえるというルールがあったんよね。 でうちのまず両親がむちゃくちゃ2人とも本をめっちゃ読む、うん、もうとんでもない数の本が家にある実家に、うんうん、だから本を読むのが当たり前の環境で育ってきたし実際なんかいろいろあるやんかその生きていると、うんうん、その時に本に助けてもらったということがいっぱいなん何かあったらとにかく読む関連のものを読んで情報を集めて。 こうしたらいいんやとか大丈夫なんやとか糸口を見つける自分だけじゃないんやとかこれはこういうことやったからそうやったんかとかそれは言葉っていうのは本当に魔法みたいなもので薬にもなるし毒にもなるけどだからすごくパワフルなもんやってまず言葉というもののパワフルさを 知っているから大事に使おうってう、うん、存在にしないでおこうって思うしう、うん、あとは。 こう先生とかも小学校の時の先生とかがすごい作文褒めてくれたりとか発表すること褒めてくれたりとかだからなんかこう楽しかったよね言葉を使って表現するとかインプットするということがだからそうなってきた原体験があって褒められたこともあるし救われたこともあり逆に言葉によって傷ついたこともあるからうまく言葉を使っていくことが大事だなっていうふうに考えたただそれでちゃんと自分も 大切にしてるってことね,ううことねちょっとこう話がおかち間違ってずれてしまったんだけど今日は「幸せ」っていうテーマだから <laughs>、はい、お互いあの夫婦にとっての幸せとは何かっていうテーマで話してて、うん、そのためにはまず一人一人の幸せって何なのかっていうのをそれぞれがまず知ることが大事、うん、そしてプラスそれを話し合うことが大事だよねっていうことが今ここになったんだけど、うん、じゃあ改めて夫婦にとっての幸せっていうのは何なんだろうな えでも今さ私にとっての幸せはこういうことですよ、うん、とかっちはこういうことですよ、うん、<て>あ、大体二人似てるねってなって,て,ってあでも確かにその言葉の方がしっくりくるねとかっていうことで二人とも,あでもその言い方は私気持ち悪いけどこういうことをみたいなことを話し合ってお互いに。 そうだよねっていうところでで着地きたわけや今の対話から終わってしまったなさっき。対話着地できたからすごい認識新たにじゃ私たち二人が向かっている方向性は一緒やねっていう要は一緒だよねその言葉の細部にいろいろあるけど要は一緒だよねっていうことが今認識できたから今この状態結構幸せであってだからこれを本当に日々やっていくっていうことお互いが 根っこの部分を理解するってこと?。どういうこと?そうおた。お互いが大事にしているものだったりとか。同じ部分を持つということ。うんうん、そう。 持持たたたなななかっっっらややぱこれ来る気持ちち幸せちゃうわなで全然違ったとするやん、うん、例えばいや私はやっぱ自由に自分で選択できることが自分にとって幸せなんだんでもオカっチはいやこの社会で生きてるんやから社会に適合してうまくやっていくことが幸せなんやってもし思ってるとしたらここ会えへんやん。<laughs> そうやなだけれどもそれでも一緒にいる何かメリットだったり理由があるのであればそこはお互いに私たち違うよねっていうことをただ認め合って承認し合ってその。 別の一緒にいる別に、ねまあ、経済力とかでもいいじゃないですかうん、うん、別にもうこれめっちゃ稼いでくるもう全然考え方とかあえへんしすごくムカつくんやけど、うん、めっちゃ稼いでくるから、うん、私はもうそこを享受したいから、うん、あのペパートナーとしても選んでるんですでも別にいいと思っててうん、うん、お互いに納得しているのであればうん、うん、だからなんかそうやってこう気持ちに整理していくていが大事。 お互いの重なり合う部分をちゃんと共有するっていうことかなだからそのど真ん中で共有できなかったとしても何らかのところで重なる部分を共有してる状態が夫婦にとって幸せなんじゃないかっていう。ただそれはそれでいいなと思うんやけどもし私はでもそれじゃ足りないんですよ。本当にに大事してていいる価値観っうのが もうかなりの制度で重なり合う人じゃないと私自身はやっぱりパーートナーとしてて幸せじゃなくてうん、うん、だからいつ,いつも言ってるのは早く結婚するっていうのは優香さんの中でも信じられへんとか言ってる、ね、あそう早く結婚するとか、うん っていうのはまた自分自身のこともあんまり分かってない状態で社会のことも分かってない状態でパートナーを選ぶっていうのは私からしたらすごくリスクが大きいなと思っていてまあでもいろんな考えがある中で優雅さんそう考えてるっていう地に別に早く結婚していろいろ経験してあっちがったからまた次の人行こうも全然ありやしもうんか早く結婚してねうまいことそのを 本能的に本能的に選んだ人がすごいぴったんこで幸せに生きていくみたいなことあるやろうし選んだけれどもよく分からんと選んだけれどもそっからもすっごいいろんなハプニングとかトラブルがあって大変やけど大変やからこそ向き合わざるを得ずに向き合うことでんかお互いのことが分かって自分のことも分かってまあ何とかかんとかなんやかんや言うてやってきたよねっていうパターンもあるやろうし何でもよくって何でもいいんやけど私は。 やっぱりこうある程度のなんか人間として成熟した状態で選びたかったし、うんうん、そういう成熟した状態の人を,、うん、を選びたかった、うん、うんかなという考えね。うんはい、ということで今日のテーマは <laughs>、えー「夫婦にとっての幸せとは何かです」えー、っと,、ねえーっとまあえてまとめることはないので、えー、っと皆さんも自分のパートナーと一緒にぜひ話し合ってみてください。 はい、ということで哲学夫婦とは夫婦生活においてとても大切なことを夫婦でじっくり考えて対話を深める定期です。であと毎週日曜日9時からは優雅ちゃんとおかちおかちとウガちゃんがぺちゃくちゃ話すライブ配信もやってるのでよかったらそちらも覗いてみてください。はい、ということで今日はこれでおしまいです。バイバーイ